こんにちは、ムクフローリングとウッドデッキ専門店エコロキアのまさきです。こんにちは、ちえです。ちえさん、はい、霧ってご存知ですか？霧は突然ですけど知ってます。知ってます。はい、霧のタンスです。そう、霧のタンス、うん、霧のタンスって割と有名じゃないですか。はい。なんで霧なのって思いません？防虫してくれたり。そうです、防虫して。そうです。おー、聞いたことあります？聞いたことはあるんだと思います。あるんだと思います、うん、そうなんですよ。防虫性能、うん、それと調湿性能で、さらに言うと、うん、まず霧の最大の特徴、うん、燃えにくい。え、そうなんですか？難燃性ですね。なので昔江戸時代とかに火事が起こったら、うん、まあ、霧のタンスに入れておくと。え、そんなに燃えないんですか？燃えないのかな、まあ、燃やしたことないわけですけど霧の特徴としては燃えにくい。知らなかったです、それは。で、さらに軽い、うん、軽いでしょ、うん、さっき持ったら軽かったですか、うん、ちょっと比較対象として今日は、うん、同じ幅の同じ長さのオーク材、うん、あ、軽い重たい、全然違う全然違うでしょ、うん、3倍 ?4倍、そのぐらい違うかもしれないですね、うん、違います。で、うん、まあ、タンスに霧を使えば結局軽いのも一つのメリットなんですよ、うん、で、じゃあ無垢フローリングに霧を使って、うん、どんなメリットがあるのか。防虫、まあ、まあ防虫、そうですね調湿、虫に食べられるの嫌ですもんね、うん、で、まあ、調湿そうですね、調湿、まあ、他の無垢フローリングも調湿しますけど、まあ、霧の調湿、うん、いいと思います、うん、軽いといいっていうことは何かというと、うん、なんでこれ霧とオーク、うん、大きさが同じやのにこっちが軽くでこっちが重いのか。密度が違う。そうです、密度です、うん、密度がこっちのオークの方が詰まってる、うん、逆にこっちの霧の方は詰まってない、うん、で、詰まってない分何が入ってるか。空気です。そうです、空気です、うん、なんか僕今日科の先生空気です、うん、空気がいっぱい入ってると、うん、熱の伝導率が悪いんですね。密度が高ければ高いほど、うん、熱の伝導率は良くなります、うん、だ鉄なんかは、熱の伝導率がいいですね、うん、だから霧みたいに中に空気を多く含んでると、うん、床下が冷えてもこのフローリングの、うん、面がそんなに冷たくならない。冷たくないし、なんか柔らかい感じです。足触りもすごい柔らかいです、うん、ただデメリットは、うん、柔らかくなればなるほど傷がつきやすいです、うん、あ、そうですね、はい、うん、ただ無垢フローリングの傷に関して言えば、うん、割と簡単に直せます。補修ができます、うん、この補修の仕方も、いずれ千恵さんに補修を試してもらおうと思いますけど、うん、楽しみです。傷はそれほど心配ではないんですけど、うん、ただまあこの霧に関して言うと、うん、ちょっとへこんだから補修してで、やってる場合じゃなく傷はいっぱいいくと思います。へー、そのうちどうでもええわって思うぐらい傷はいくと思います、うん、ただまあそれもまあ味と思っていただいて、うん、で、あと霧の大きなメリット、うん、またこのオークがしますけど、うん、オークは写真で画像で分かりますかね。こういう継ぎが入るタイプです、うん、ちっちゃいピースが入るタイプですね、うん、に対してこっち霧は一枚ものといって、うん、ないです。すっきりしてるでしょ、うん、普通無垢のフローリングって一枚ものになったら高いんですよ、うん、でも実は霧そんな高ないんです、ね、うーん、下手したらこの多くのこの弓タイプと同じぐらい値段が、うーん、だから、うん、まあこの弓タイプが好き嫌いはあるんですけど、弓は嫌やな、一枚もののドーンと綺麗なやつがええなっていう時は、うん、この霧がおすすめ。しかも節も何もない、うん、ま
あすっきりとしたやつなので、それも好みですけど、うん、本当にすっきりとクリーンな感じの空間になります。うーん、なんで安いんですか？成長が早いんでしょうね。だからまあ資源がいっぱいあるっていうのが一番の理由ですね。そうなんですね。はい。でまあいいことばっかり言いましたけど、一個だけちょっとキリンの大きなデメリットがあります、ね。何でしょう？あのキリって、タンスのキリもそうですけど、洗い屋さんってキリンのタンスの洗う専門の仕事があるんです。なんでそんなんがあるかというと、キリはこんなすっきり綺麗のに、木の中のアクがそのうち出てくる可能性があります。出てくる可能性があるってなんか、ふわっとした言い方ですけど、出ないかもしれないし、出るかもしれないし、で出るときはどこに出るかがわからない。だからアクが出てくると、こうポツッポツッと黒いシミみたいなやつが浮いてきます。カビじゃないですか、ね、カビじゃなく木のアクです。で、タンスであれば、洗いの専門業者さんとか持って行ったらそれ洗ってくれるんです。床はなかなかそういうわけにはいかないですから、出たら諦める正直削ってももうどうしようもないんですね。あ、そうなんですね、なので諦める。まあそのアクが出る頃には結構ボコボコになって傷もいってるでしょうから、そんなに気にならないと思うんですけど、でもしそれが気になるようなら、最初はこの白いやつをクリアのオイルで仕上げて使ってたやつを、アクが出てきたなと思ったら焦げ茶色に変えるとか、塗り替えるっていうのも一つの手かなと思います。でもまあそういうちょっと嫌なことも押し返すぐらい値段のメリットと足触りの良さ、で僕は結構大好きです。ちえさん、節とかがある方が好きか、こんなすっきりしたやつは。あ、でもなんか、キリっていい木っていうイメージある、いい木っていうイメージがあって、わーってなる。まあ、軽いし、施工もしやすいですし、DIY とかでも軽くて切りやすいので、力のない方とかでも、丸ノコ使わなくても手ノコで十分切れますから、DIY なんかでもおすすめですね。でまあもうこれはうちのショールームにすでに貼ってあるので、貼ってるのを見て足触りを確かめていただくこと可能ですので、ぜひショールームに遊びに来てください。遠方でこちらに来られない方には無料のカットサンプルをお送りしますので、ぜひご気軽にご連絡ください。こちらにお願いします。ちなみにこれカットサンプル、こっちの幅が違うんですね。120ミリ幅と150ミリ幅2種類用意してます、はい、ぜひサンプル請求してください。あとそれと、YouTube チャンネル、こちらの方ぜひ登録よろしくお願いします。本日は最後までご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた。